まあ、そうですよね。うん、でもやっぱりちょっとそういう文化の違いがあって、あ、そっか、もしかしたら、そうなんですよ、韓国で里親さんを見つけても、また、そういう話をちょっと聞いてて、はいはい、そうだね、ちょっと聞いたので、できれば、できれば、国から出してあげたいそうですね、なんか、うん、なるほど。え、でも、犬を食べるっていう、文化ってなんか中国でってちょっと聞いたことがなんか、それはでもテレビとかそういうなんかメディアから聞いたことがあるけど、まあそうね、他にもあるの、なんかまあ他にもあるの、まあ中国はチャウチャウもそうでしょ、あのチャウチャウは最初食用犬として育った、ね、っていう、うん、なんか赤い犬が美味しい、そう、あ、そう、赤い犬、いや聞きます、赤い犬、やばい、ヨーコ泣かない、ダメだ、そう、そうそうそう、他でも、まあそのバリ島とかでも食べるみたいな、バリも昔は習慣があったみたいで、あ、そう、すごく美味しいみたいな、それは、実際に食べたことのある人、まあ、そう、まあそういう人もいますね、いましたよ、見る目が違うってこと、見る目が違う、もう撫でる時も、そう、もううまそうだねみたいな、うまそうだねみたいな、かわいいねとかじゃなくて、キムさんね、料理方法まで教えてくれて、ラッキー見ながら、僕の友達の韓国人のキムさんって人、あ、名前言っちゃった、ごめん、いや、別に大丈夫、あ、でも、キムさんはメジャーな、あ、そうです、そうなんです、一番、日本でいう田中さんとか、そうです、田中さんとか、そうですね、僕の師匠なんですね、そうですね、あ、本当に、国が変われば食文化も違います、すごい喧嘩、それで、ヨーコもいる時にそういうこと言って、もうやめてよ、キムさん言ってるのに、いやー、ヨーコさんに食べさせてあげたっていうぐらいうまいかったっていう話をね、あ、じゃあやっぱり、そういう食文化があり続けるということは美味しいんですね、うん、多分な、そうなんだ、多分無理だと思うけど、食いたくないけども、私たちは少なくともそうちょっとね、食えないですよって普通あるというかね、うん、で、まあ、どのくらい話し合ったのかな、話し合いはしてないです、え誰だったの、私とマキちゃんはね、いや、しましたよ、ちょこっと、あ、しました、いやいや、別に断りはしないんだけど、マコチンも基本受け入れますよっていう姿勢で、ただ大変ですよっていうことですよね、うん、で、まあ、にゃんこもね、すでにヨーコのところは、マコチンとヨーコのところはにゃんこちゃんは先にもういるので、マルちゃん、そうですね、はい、僕はあんまこういうこと言いたくなかったんですけど、すごく、あ、まこちゃん、ついでだから言っちゃって、言っちゃって言っちゃおう、言っちゃおう、私に、いや、ね、いや、言っちゃおう、言っちゃ、飲んで飲んで、そう、喉を潤して、まあ、幼少期の時に、まあ、ヨガは知ってるけど、犬を飼ってて、うちの親父がポインターを飼ってたんですよ、猟、うん、をやってて、こう、バン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 カモを打って、そのままカモを落っこってきたやつを、あれ待って、まこちんって東京生まれの東京育ちです、ね、東京育ちで、お父さんが猟をやってたっていうのは、はい、趣味で、趣味で群馬の方に行ったんですよ、あ、わざわざ、わざわざで、その猟に使う犬を、まあ、ポインターを連れてって、カモを取ってきた、またちょっと違うタイプのワンちゃんのね、でそれが小学校、まあ、4年生とか5年生とかにずっと飼ってたから、すごくそれが友達だったんですよ、うん、もちろんもちろんそうだよね、本当にね、まあ、兄貴に怒られて泣きながら、そのラック、まあ、それもラックって言うんですよ、名前がラック、グッドラックのラックなんですね、うん、でラックのとこ行って、ね、降りるとこ行って、うん、こう泣いてるとこをこう舐めてくれるんですよ、うん、そのお父さんが狩猟に相棒として連れてくラックが、マコチンが泣いてくと、こう舐めてくれる、大好きだったんですよ、慰めてくれるんだ、でそのね、ラックがね、突然脱走して引かれて血だらけになってね、うちの檻まで戻ってきて死んだんですよ、え、その
ラックがどこかで車に跳ねられて脱走してで そこがどこだったかは分からない。まこちんもそれは分からないけど、でも血だらけになって自力で血だらけなんだけど帰ってきたんですよ、檻で。じゃあまこちんがその見た時ラックはどういう形？もういや血だらけでしたよ。別にバラバラとかじゃなくて、まあ、血だらけで。で、その、に庭というか、その刑事。もう、本当に自分の檻で死んだんですよ。もう必死に戻って。え、まこちんが見たときはもう亡くなってたの？いや、もう帰ってきて、うん、まあ、自分が見届けて、まあ、親も見届けて、亡くなって、もうそれから本当に、辛い。もう二度と飼わない。はい。犬が、はい。こんな思いするんだったら、もう北斗の拳のサウザーと一緒ですよ。すいません、ちょっと分かんないんですけど、ごめんなさい、すいません、ちょっとごめんなさい、すいません、これ分かんないんですけど、もう二度と愛なんていらない、多分カズさんだったら分かると思うんですけど、もう愛なんていらない俺はと思って、もうだから二度と飼わないと思った矢先に、ある意味まこちんの中では、ね、その愛犬との別れが辛すぎて、ね、そうですよ、まあ逆愛すべき存在だからこそ、はい、もうそのある意味突然だったしね、いやもう本当に、まあ例えば老衰でこう時間をかけて、うん、あだんだんこう年老いてったな、体も弱くなってきたな、今までみたいに走れないんだなって、それでね、老衰っていう形で多分亡くなるのと、ある日突然元気だったのが事故で、しかも血まみれになって帰ってきて突然亡くなっちゃうっていうのは、もともと失うのが辛いけど、その時まこちんいくつ？もう小学校ね、4年生、泣くね、もうちょっと理解できないよね、理解できないよね。でもう大人になっても多分犬なんか飼わないんだろうなと、そのぐらいまで思った、思った、その当時で思った。もうこんな思いするんだと、二度とそんな思いしたくない。そしたら今度は、そしたら今度ね、30、まあ40 40年の時を経て経てね、でまたちょっと名前もね似てて、ラッキーっていうね、ラックとラッキーちょっと似てるなと、余計に思い出しちゃう、ちょっとね、なんかこう運命なのかなと思っちゃった、名前、うん、見た目はもう違うけど、こんな年で犬飼うかなと思ってた。なんかちょっと似たような話聞いたことあるけど、まあそれはね、と思ってた、奥さんがね犬連れてきちゃう。でもまあこっちの意見も聞かずにもう OK は出してたんだよ。でもほら陽子最初は飼い主さんを探すっていう方法で、恵子ちゃんにはじゃあ私が何とかするっていう、どの辺から、何回私がね里親の話してもね、はぐらかすの。まずここでも温度差があったわけですね。なるほどね。そうで、なんか乗り気じゃないからどうしたのって言ったら、うん、私は陽子ちゃんに買ってほしい。なるほどね。あ、そうなんだと、ね、そうすれば日本に来れるから。ね、日本にも来れるし、さすが頭に、恵子ちゃんにが全く面識のない方が里親になってしまった場合、もしかしたらもうこれっきり会えなくなってしまうっていうことの方。でもやっぱりね、ヨコちゃんとマコちゃんとやっぱ信頼できるから、ね、まあもちろんそうだよね、もちろんね、ヨコちゃんとマコちゃんの友達はやっぱ犬好きな友達だったら、いい方だと、もちろんいいけど、ヨコちゃんも、まあ、一石二鳥三鳥ぐらいの感じですよね。ヨコちゃんも、なんかラッキーの写真、赤ちゃんの、ね、写真ずっと送ってて、いや私も今度買うのはラッキーみたいな犬が買いたいなって、いたしみたいな。まこちんも、そのお父さんがその猟犬飼ってたのもあるんだけど、陽子も、ゴールデンレトリバーをね、ずっと飼ってたんだよね。もう何年も前に亡くなっちゃってるんだけど、だからまあ、陽子ちゃんとその前の中学校の時実践で飼育したんですよ。結構だからずっと犬はね、犬と一緒に育ってるのもあるから、人間的にももちろん信頼できるのもあるし、何しよう、会いに行けるっていう。そうなんですね。ねえ、犬は可愛いですよ。本当に。